すいません。おざっすー。あ、おざっす。久しぶりや、久しぶりでもないか。すいません、遅れて。じゃあちょっと今日やねんけど。なんで回してるんですか。あ、ちょっと持ってもらっていいですか。え、はいはいはい。今日なんですけども。いきなりどうしました。YOASOBIのアイドルを、はい、初見でバンドで合わせてみた、はい。やっていきましょう。よろしくお願いします。なんすかなんすか。今日音作りの続き聞いてますけど。もう大丈夫ですね、音作り完璧なんで。え、アイドルってどういうことですか？夜遊びのアイドルっていう曲がすごい人気で、ああ、夜遊びさんの曲、そうそうそう、はいはいはい、それを初見で聴いて、はい、バンドカバーできるのかっていう。バンドカバー、あ、誠さんじゃなくてですか？あ、一緒に一緒に一緒にバンドって、まあ独立しておらんけど、ギターとドラムで合わせるみたいな。え、なんでそんな YouTuber みたいなことするんですかちょっとたまにはがっつり企画もやっていこうと思って。あ、そう、あ、そういうことなんですね。で、あ、そう、これ動画で俺初めてまだ言ってなかったんやけど、はい、大切なお知らせがありまして。お知らせ、はい。まあ、知ってる方はもう知ってくれてると思うんだけど、はいはい、6月9日に下北沢ウェーバーでライブがあるんですよ、はい、初のギターインストライブ。おお、おめでとうございます。やるんでぜひ遊びください。よろしくお願いします。まだ若干残ってるんで。あ、若干多分ね。でも結構いい感じで、はい、5月中頃にはもうソールドするかなって感じなんで。すごいっすね。結構お早めにご予約していただいて貼っとくんで概要欄に。あ、ここですね、はい。あとこの T シャツも作りましたんで、お、これも現場で販売します。ギターフェイス、ギターフェイス、はい、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあやっていきますか。いけます？ちょっと待ってくださいね。いや、キリクさんいけるっしょ。準備だけしましょう。あ、オッケー、はいはいはい。ひろき、ちなみに聞いたことある？え、ないっす、ないっす。え、普段、ちなみにひろき何聞くん？ジャンル的には。最近は、なんか、僕らが昔ハマってた、あるじゃないですか、ジャンル。ロック？ポストハードコアみたいな。ああ、ラウドロック系みたいな。EDM とか、ヒップホップみたいなのはあんま聞かんねや。いや、聞きますよ、全然。ああ。今日も2パック聞いてきました。あ、じゃあ多分、叩けると思う。でも、そのロックのドラムじゃないから、わかんない、ちょっと特殊かもしれんな。特殊、うん。え、一回曲は聴かせてもらえるんですか？あ、もちろんもちろん、ここで流して。それで叩くと。そう。いやー、やったことないんですよ。行きますかね。ちなみに、どんな感じなんですか？ちょっと。あ、聞いてみます今。あ、でも、え、一回しか聴けないんですか、これ本当に。いやいや、そう、聴きながら、もう耳コピするみたいな。現場で耳コピして、あ、そういうことね、バンドカバーしていくみたいな。はい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 。じゃあ、行きますか。本当にですか、これ。本当にイントロからやる、はい、順番にやっていくか、区切ってな。あ、まだそうっすね、まだそっちの方が。あ、ちなみにワンコーラスぐらいで終わるか、時間的にな。そうっすね、フルは無理よな、さすがに。まあちょっとワンコーラスでいきましょう。そう、わかりました。じゃあまずイントロからいきますよ。はい。ちょっと待って、まずギターむずいな、これ。むずいというか、そのギター音が入ってないから。今のがイントロっすか？今のイントロ。え、今がドア玉からスタートですか？ドア玉。ドア玉。え、普通にかっこよくない？K-POP っぽいというかさ。確かに、なんか全然。まずいな。じゃーん、じゃーん、じゃーん、じゃーんを、まあギターで弾くわ。ギター入ってないな、多分。え、すいません、これ、え、もう聞けないんですか、僕。あ、聞けるよ、聞けるよ。もう一回いく？あ、ちょっともう一回いいですか？いきます。はい。あ、俺はもういけるっすね、余裕っすね。まあ、とりあえずやってみましょう。なんとなくちょっと結構短かったんで、ちょっとそれ。おい、じゃあちょっとやってみようか。じゃあイントロいきましょうか。もうそう覚えたんですか、あれで。余裕っすよ。すごい任せてくださいよ。すごいっすよね、だって2、3回しか聞いてないっすよ。1回じゃあちょっとやってみましょうか。そんな感じ？なんかドドドみたいな。ああ、いけたかな。違いました。次 A メロ行くか。じゃあちょっと一回聞いてみる。一回聞いてみる。ふわ。どうでした？なんか俺はいけてる気する。ちょっと聞いてみる、もう一回。ああ、はいはい。ドラムハット刻んでんな、結構な。そうっすね。これは再現いける？いっちゃう？厳しい。ちょ、もう一回聞いていいですか？ちょっとこれでもむずいか、カンコピはむずいか、さすがに。そうっす、ちょっとイージーでいきましょう、イージーで。
あのヒップホップのあーそうっす、ね、トラックみたいな感じのやつだから、あれはむずいか再現するの。ちょっと今日はやめときましょう。ちょっとさっきのじゃあもういけてんじゃん、さっきので。じゃあちょっとあれで、うん、じゃあ次 A メロいくか。はい、キーは B メジャーですね、これ。え、すごい、わかるんですか、そんなキーって。わかるっすよ。え、すげえ。なんでやってると思ってんすか。確かに、結構やってますよね、そのやってるんで、もう聞いただけで、キーもわかるっす。すげえ。カバーとかも YouTube でやってますもんね、うん、はい。これ A メロ聞いてました。あ、ちょっと待って、カメラに夢中でした。あ、でもなんとなくわかりました。完璧っすよ、俺は。完璧。完璧。すごいっすね。いや、もう一回できるよ、こんな。待って、またドラムパターン一緒なんで、これで。大丈夫そう。行ってみましょう。じゃあ、行くか。じゃんじゃ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 じゃんからな。じゃんじゃじゃん。行きましょう。行きましょう。行きましょう。静かになって、はいはい、B メロ入るから、はいはい、流してたでさっき。あ、本当ですか。うん、聞いてなかったら分かるわけないよ、俺が。すごいですよ、よく覚えますね。いやいや、え、ガチで1回しか流してないですよ。今さっき聞いただけやで。1回ですよ、本当流してんの。いや、いけるっしょ。そんなバンバンいけるんですよ、みたいな。音感と記憶力だけは自信あるんで。あ、やっぱそのショートとかでやってるから。そう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 。いや、すごいっすね、全然わかんないです、一回聞いただけじゃ。あ、マジで。確かにちょっと下ってたもんな。もうちょいいけるかなと思って。今日初めて聞いたんだ、本当に。あ、そうなんや。それもさっき一回、本当一回しか聞いてないんで。あの、普通の人はそんな感じちゃうかな、やっぱり。プロになるとまあそうやな、一回聞いただけでもキーもわかるし、流れとか、だって締めとかもすごいわかってましたよね。だん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 、流れ的にこう来たらこうかなみたいなあるやん、 J-POP って。いや、ありますけど。でもにしてもすごいですね。あ、そう、まあ、どう視聴者どう思ってるかわからんけど、でも、はいはい、結構 YouTube でもおるやん、そういう人。あ、まあ確かに初見でなんかやってみたいな。意外といけるよ。いや、シンプルに。じゃあ僕、あ、もう一回聞いてみる A メロな、ちょっと。そうっすね、ちょっとさっき流してたよ、多分。わからん、 A メロじゃないですよ、 A メロ、 A メロ、 A メロじゃないですよ、あれ。ここまで行ったやろ、さっき。あ、そっか。じゃあ B メロ行きます。あー、OK です。あの、静かになるところ。B メロからサビまで行きましょう。うん。じゃあ、いける？もう B メロ。もうあの、さっきのしか聞いてないんで、もうそもそももう頭の中入ってないっすよ。いや、あの、静か、A メロ終わって、はい、じゃん、じゃん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 みたいなあったら静かだったとこ。あー、じゃんっていうのね。あと多分ギターいらんからリズムだけで言ってもらって OK です。ちょとりあえずやってみます。やってみる。ギターどんな感じなんですか。あ、そこない。だから俺こうやっとくわ。わかりました。じゃあそれで、うん、やってみますね、うん。もう一回。あ、一回じゃ無理やっぱ。ちょっとあの、なんかボーカルもいないんで、なんか曲が全然頭に入ってないんですよ。ああ、やっぱいいよ、何回も聴いて。どういうこと。俺全然いけるけど。すごいっすね、ほんと一回しか。ちなみに今サビで半音転調した上に。え、わからん。わかんないっす。あ、そう。わかんないっす。あ、そうなの。ちょ、もう一回ですよ。もう一回。いいよ、いいよ、全然。行きましょう。うん。行きます。あ、ちょっと待って。いいっすよ、いいっすよ。あ、行きましょう。やめて、聞いてもいいよ。
いや、聞かないです、聞かないです。マコさんが1回で行けんなら、僕も1回で行きたいですね。あ、オッケー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 。ちょっと今思い出してる。うん。オッケー、行きましょう。まあ、流れ的には合ってると思う。流れ的には大体合ってます。合ってる合ってる。ひろきもいけた。え、お、なんか正解が分かってないんですよね。今適当にすごいやってたんじゃないか。ちょっとサビも一回聞いてる正解な。ちょっと正解を。聞いてると思う。すごいですね。本当よく分かりますね。一回聞いただけで。まあ。さ、できるでしょ。これ成り立ってますよ、企画的に。大丈夫ですか。え、あ、大丈夫よ。大丈夫ですか。大丈夫よ。初見でやるっていう趣旨やから。こんなもんですか、なんか。こんなもんっていうのは。なんか僕だけすごいできてないみたいな感じになってますけど、なんか、え、できてたやろ。できてます。うん、全なんか雲泥の差じゃないですか。なんかまるで聞いてきたかのような。いや、聞いてない聞いてない。すごいですね。初回でやるっていう約束やからな。すごいな。さっきのイメロから正解いりますね。うん。ああ、で全然違ったっす。で全然違うな。かっこいいな、ここな。俺めっちゃ好きやね、ここ。ラップ。かっこいいな、ここな。俺めっちゃ好きやね、ここ。ラップ。やっぱ全然ちゃうかったな、聞いたら、ヒロキ。全然ちゃいますね。よく弾けますね。まあ。言うて、だって、J-POP って言ったら、それあるやん、なんか、セオリーみたいな、その流れの。あ、曲の構成。そうそう。え、でもなんか、決めとかも完璧でしたよね、なんか。あ、マジで大体でも、あんな感じじゃない。ここで決めくるなとか、あ、ここ落ちるな、みたいな。いや、なんかそう、決めの場所は分かってても、そのフレーズが完璧だったじゃないですか。なんかフレーズのサビ入りの前、あのトゥって来たら、あ、反応上がるなこれみたいな。そんな感じなんですか。そんな感じよ。あれ、その音楽理論的な話で。そう、これ絶対、あ、YOASOBI さんここ反応上げてくるなみたいな。あ、YOASOBI さん限定の話なんですか。そうよくある。ああ、でも一回ちょっとヒロキがな、ちょっとな、微妙だったからさ。いや、そうっすね、すいません、ね、なんか1回だけだとこんなもんですね、やっぱ。いいよいいよ、まあ、2、3回聞いてやっていくか、はい、じゃあな。そうっすね。うん。で、B メロ、ドラムだけやってみようか。B メロ。あ、そう。あ、そうっす。うん。それはちょっともうちょっとタイトにというか。いいじゃないですか。これいいですか。じゃあ一回、もう一回最初から通してみる。通し？もう忘れちゃいました、イントロ。忘れた。どんな、ギターだけもらっていいですか。OK。 行きましょう。はい。行きます。テンポが速いわ。あ、やっぱ初見って難しいね、ドラムって。むずい。いや、もうせめてなんか YouTuber でやってる人とか結構おるやん、ドラマーの人でも。初見で聴いてその場で叩くみたいな。まあそうっすけど、なんか初見、原曲も聴いてないじゃないですか。今あのギターだけ聴いて叩いてるから、ちょっとより一層難しいですよね。ああ、なるほどね。あの、全く曲のイメージが入ってないというか。あ、じゃあせめて音源聴きながらとかだったらまだいけるかもしれないですよ。ああ、それでやってみる。じゃあ
それで、それ聞きながら同時進行やろ。それで俺合わせたらいいやろ。あ、ちょっとそれでやってみます。やってみるか。それだったら結構いけますよ、多分。これだったらまだ、まあ全然まだ何回も。それで、まあリズムキープしてもらって。そうですね、曲自体は見失いづらいんじゃないですか、ね。じゃあ、やるか。行きます。インテロから。ずれたずれた今。あ、めっちゃ弾きづらかった俺。マジっすか。ミスったわ俺が。あ、孫さんがミスりました。ちょ、弾き、あのリズムずれたからミスった。あ、すみません。またずれました。あ、ずれ、視聴者もそれ分かってると思う。あ、聞きながらやってるから、はいはい、もう一気こっち行ってんねんなみたいな。ずれてるからちょっともう一回ちゃんとやってもらって。あ、でも今改めて聞いたらもうちょっとテンポ遅いやろ。遅いですね。そうやろそうやろ。ちょっと早かった。そうやろ。遅いやろ。すみません。そうやろ。遅かったですね。ちょっともう一回。もっとゆっくりしてくれな困る。そうですね。もう一回これでいきます。はい。あ、それカウントないんか。あ、だからあれか。あ、オッケーオッケー、合わせる。オッケー。カウントなしで俺がバンって入ったらいいの。そうそうやった。私、あの、僕一小節見送ってますから、あの、入れないんですけど。あ、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、任せて。大丈夫ですか。オッケーオッケー。はいはいはい。一小節短いバージョンで。ジャーンって入ったらあかんってことやな、俺ら。あ、そうです。オッケーオッケーオッケー。いきますね。うん。A と B が多分結構不安定やね、ひろき。全然覚えてないです。だからもうサビだけやって、はい、OK にするか。OK。サビ結構シンプルやろ、ビート的には。そうですね。じゃあそこだけ合わせて終わろうか。終わろうか。あ、うん、これ終わり。そうそう。そうですね。じゃあ待って、じゃあとりあえずサビやるか。じゃあサビ、うん、言いますね、じゃあ。はい。もうちょいクオリティ高いと思ったけど、孫さんガチでこれ初見ですか。初見よ。一回も聞いてないんです。一回っていうか、あの本当に僕と同じタイミングで。一緒一緒。それはサプライズでやりたいし、そこは条件一緒でやらないと、それはフェアじゃないやん。なんか俺だけ聞いててそうですけど、ひろきだけ初見やったらなんかちょっと軽いいじめみたいになる。まあまあ軽いいじめがだいぶいじめですけど。え、本当っすか。本当よ。え、そんなに、え、すごいっすね。本当に本当だとしたら。本当よ。え、なんでそんな、え、なんか YouTube 的なやつの本当なんかそういう企画的な意味の感じじゃなくてですか、これ。本当にあれなんですか。いや本当のこと言うと、いいっすよ、これカメラ、あの、これとりあえず無視して、これガチですか、これ。あの、電車で3回ぐらい聞いた、はい、あ、電車、あ、でも3回ですか。3回聞いた。え、すごいっすね、3回でこんなに聞いたのはここで初めて。えー、すご、うん、結構なんかちゃんと弾いてましたよね。お、まあな、それは3回、まあ合計だからここで1回聞いたやん。4回、なんか4回聞いたらいけんじゃん。なんか転調してとか、なんかかなり詳しかったんですけど。いや、もう4回聞いてるから分かるやん、大体。4回か、すごいですね。まあ相対音感っていうのがあるから。あ、優れてるんですか。そう、鍛えてると自然と身につくねん、そういうの。あ、なるほど。そう。いや、さすがに僕、そうですね、1、2回聞いただけだとあんな感じでしたよね、なんか。あ、まあまあまあ、そんなもんなんちゃう、やっぱり。まあ、ドラムとギターはちょっとちゃうやん。あ、まあ確かにそうですね。そう、リズムとやっぱ音っていう。はいはい。まあ、そんな感じよ。すごいっすね。なんか次回もやってみたいですね、本当に、ね。あ、またやる。なんか、孫さん、すごいっすよ。才能じゃないですか、これ。あ、そう。すごいっす、本当に同じ条件だった。また俺が用意して持ってくるわ、なんか。あ、待って、僕持ってきますよ今度。いや俺が用意する。なんで。ガチで聞いてないんですか本当に。うん、俺が用意して、はい、次また持ってくるから、ひろきはその何も考えず来てくれたらいい。じゃあサプライズが始まるみたいな感じになるから。あ、そ
別に僕が用意しても一緒ではないんですからね。ひろきが用意するのはやっぱその選曲のセンスとかあるやん。あ、そっか。確かに確かに。そうっすね。俺が用意するから。もうええんちゃう、その、また次回撮ろうや。こういう感じ。そうっすね。そうちょっと、また次回。まあ、そうやな。一回止めますね、これ。いや、もうこれで終わるか、じゃあな。そうっすね。じゃあはい、これで一旦切ります。はい。はい、またあの次回こういうの。好評あったらやるんで。そうですね、やりましょう、はい、やりましょう。じゃあこれで一回もうカメラ切りますね、はい、はい、よろしくお願いします。そうそう、からもう10分前やな。やばいですね、ちょっと片付けて。あ、そう、今日あれや、ギターだけやったらすぐ終わるわ。あ、そうなんですね。いや、孫さんすごいですね、本当に初見だったんですか、これ今日。いや、なわけないやん。えっと YouTube 見て、はい、タブでとか調べて、はいはい、弾けるようにしから来てるよ。あ、なるほどなるほど。そりゃそうやろ、なんだ、初見で無理よ俺。なんだなんだ、そんな上手くない、音感もそんなないから。無理無理無理、まあ、確かになんか初めてにしてはめっちゃ、そもそもだってギターも入ってないし、はいはいはい、そのまずギターがないからパワーコードっていうやつにアレンジして、はい、でまあ、それなりになんか 海外の人とかいろいろ載せてくれてる人とって、はい、それ見ながら、まあ、どれぐらいやろ、2、3時間練習して、はい、でそっからなんかいろいろやって。